はい、どうも、こんにちは。今回でまたデトロイトビカムヒューマン続きからいこうかなと思います。前回何してたんだ？ 多分だけど、マーカスの話終わって、またコナーの、警官としてのストーリーが進んだんだよ。で、また前回も、このセーブがこの、ゲーム側に合わせないといけないから 切り悪く終わってしまって、今あれなんだよ。最近起こってるアンドロイドの起こした事件の事件ファイルを見てるとこだね。じゃあ次から行こうか。この人は読んだから前回。ん？あれ見たことある？え、こいつ見たことあるんだけど。あれ気のせいかな？なんかどっかで見た気がすんな。暴行、チャールズ・ベル。まあ左はいいかな別に。被害者はチャーバーレイン通りに842番にあるレストランチェーンでファーストコニードックでウェイターとして働く AV500、ハッシュ23477。8人に襲われたと主張している。被害者によると、アンドロイドは現場から逃亡する前に突然被害者を突き飛ばし首を絞めた。アンドロイドは現在も逃走中。物騒だね。サラコンウォール。被害者は所有していた AP700、ハッシュ4809138802に襲われた。アンドロイドは逃亡前に複数の部屋を荒らしている。ちょっと可愛いな。あ、でも襲われてんのか。でも全部アンダーソンゲームはかわいそうだよ。お、美人じゃん。なんか、士官できる。被害者である。できる。なんか、一人見たらできるんだ。被害者であるエデンクラブのマネージャーは成人用アンドロイド。もう絶対そういう用途じゃん。使われる用途。もう美人だし、ちょっとなんか、ちょっと美人だもん、ほら。なんか、ちょっと、ねえ、エロ気あるし。アンドロイド WR400、8641790831の失踪通報。アンドロイドは客を家まで送り届け、そのまま失踪したものと見られる。何これ。殺人未遂。レオ・マンフレッドは父親カール・マンフレッドの自宅。カール？カール？自宅で意識を失った状態で発見された。カール・マンフレッドは息子と所有するアンドロイドが言い争っていたと証言。アンドロイドはプロトタイプモデル。殺人未遂ってことは。いや、でもまだ生きてるってことか、レオは。じゃあ、プロトタイプモデルとシリアルナンバーを不明されて、現場に駆けつけた巡査に破壊されたとのこと。レオ・マンフレッドは自宅で意識を失った状態。あら、殺人されてますってか。決めちゃったな。被害者の遺体は家に立ち寄った友人により発見された。友人いたの、あいつ。発見者が即座に通報した際の時刻は8時42分。その後、銃で撃たれて死亡。凶器は被害者のものとみられる。AX400 は現場で見つかっておらず、第一容疑者とされている。やばいな。243件も。多い1な。件目は9ヶ月前です。溜めデト込んロイでんトからな。始まり、急速に国中に広がっている。 AX400 型が昨夜人間を殺害したそうです。私ですか？そこから捜査を始めると良いかもしれません。カーラから行くの？でかい事件だもんな、ぶっちゃけ。他のやつ逃げ、失踪したとかだもんな、せいぜい。プロとしての態度。理解しあめなたそが個人的な問題を抱えているのは理解しています。ですが、そのことは割り切って捜査を。おい、もうしゃべるな。うんざりだ。お前はダチじゃないし、お前の助言も必要ない。全部ダメじゃん。辞任を進める。私の任務は事件の解決です。あなたの機嫌が治るのを待っているつもりはありませんよ。いい粉っぽいじゃん。いいか、てめえ。俺の好きにできるなら、お前をゴミ箱に放り込んで火をつけてやる。いいか、俺を怒らせるな。じゃなきゃ痛い目見る全部ぞ。怒ってたし、どうせ。警部補。3つ選択肢あったけど、全部怒ってたわ、お邪絶魔してすみ対。ません。絶対怒昨って夜る男わ。を殺した AX400 型の情報が入りました。現場はレイブンデール地区のようです。ああ、分かった。お前絶対今3つの選択肢どれやって選んでも怒ってるわ、お前。ふざけんなよ、マジで。コナー、すごいしょぼんとしてるやん、コナー。終わった。ハンクが手がかりを得た。得ないのあんの？ ハンクが手がかりを得ないパターンもあんの？ ゲームオーバーじゃん。行こうか。
変わらじゃない、そろそろ。でも時間的にっていうか、一応もうね、マーガスも濃かったし、だいぶ。朝迎えられたかな、カーラ。大丈夫かな。あんなやばいやつと一緒に大丈夫かな。すげえ怖いんだけど。とりあえずね、クリアまで見たいんだよ。とりあえず死んだりとかでゲームオーバーするのはちょっと嫌なんだよ。だからクリア。各キャラクリアしたらもうやめれるわ、全然。お、朝迎えてる。よかった。迎えてる、これ。迎えてる。迎えてるぞ。よかった。生きてる？生きてる？アリス生きてる？私生きてる？アリスの様子を見る。火をもう一度起こす。調べてみようか、ちょっと一旦。見ないんかい。でもどうしようか、一旦。火を起こそうかな、じゃあ。朝よって。朝よアリスって意味で。いや、起きないでしょ。木を探す。木を探すっていいな。なんかあるよ。なんかあるじゃん。あ、本あんじゃん。本なかったよ、昨日。サイバーワイルドライブ。ワイルドライフか。初のアンドロイド動物園が開園。まさか動物まで。わあ、動物アンドロイドじゃん。アンドロイドマークある。サイバーライフがロサンゼルスに過去30年で絶滅した外来種を展示する初のアンドロイド動物園。あ、それいいな。絶滅した動物のアンドロイド作るのいいじゃん。オサガメをはじめとしてホッキョクグマ、マウンテンゴリラ、アフリカゾウ、数種の虎がアトラクションの目玉とされている。サイバーライフの CSR 代表者であるダニエル・カーネギー氏は、動物園は幅広い年齢層向けであるとし、若い世代にこの脆い環境を、脆いでいいかな、環境を守る重要性を伝え、学ばせるという特別なミッションを担っていると述べた。動物園の登場で現存する動物の絶滅に対する関心が損なわれているのではないかと訴える環境保護主義者もいるが、科学の力で絶滅種が再生されたことを喜ばずにはいられない。そうだよな。そっちの方が大事だよ。動物は今のところ未公開だが、サイバーライフは本物よりリアルだと断言している。間違いなく家族の週末旅行にぴったりのおすすめのスポットになるだろう。いいね。いいじゃん。絶滅危惧種見れるのはいいと思う。危惧種か、じゃないな。絶滅したやつを見れるっていいじゃん。すごい。それはいいな。それは今でもやれる、やれ、やってもいいよね。全然。だって、勉強になるしさ、普通に。左に置いて。つく？そんなつく？すぐ。様子見ようか、じゃあ。調べる。大丈夫、アリス。寝てんじゃん。何これ。ああ、この間探索しとる、俺が。バジル？何これ？何で見せられた、俺に。あ、なんかあるよ。見る。何？何があんの？いっぱいある。 あ、お金あんじゃん。お金。使えるかな、でもこれ。一旦戻そう。一旦ね。一旦よ。取れない。マジか。お金もらえばよかったかな。こいつから盗んでもいい。がっつり死んどるやん。がっつり死んどる。見る。これ怪しいよね。タイマー？時計か？止まってるね、時間が。大して高くないけどな、これ。お金多分これでも。でも、これだったら盗んでもいいでしょう。盗むっていう発想じゃなくない？もう、拾ってあげる。拾ってあげるだよね、もはや。あ、で、こいつあれかな？こいつの、あれかな？事件リストにいたりしたかな？もしかして。まだアリス大丈夫？アリスまだか。上行けってことか。あ、なんかあるよ。あ、なんかゲーセンじゃん。ゲーセンじゃん。
え、怖っ。何これ。あ、鏡に映ってる私。見た目を変える。新しい服見つける。あ、確かにいいね。服ある。服上にあんのかな。階段小走りなんだな、お前。服てか、あいついなくない？あいついなくない？あいつ男。あれ、服ってここにないのかな。あれ、服ないぞ。新しい服を見つける。あれ、まだ雨降ってんじゃん。てか雨降ってるこれ。え、これ2階は何なの。服ぐらい、服ぐらいくれないの2階。2階服くれるぐらいの役割あってもよくないか別に。え、この家から出ちゃダメでしょ。でもこの家から出ちゃっていいの。あ、てか出れないか。なんか起きるのを待つ、待てばいいのかな、じゃあ。あとは。だって、扉にないもんね、光が。だから、アリス？アリス元気？アリス。アリス？アリス。あれ？出れる？まさか。え、出れないよね。は？服って何？光らなくない？別に、だって。まだ行ってない場所あんのかな。一応部屋ちゃんと行ってみる。部屋光にばっか頼ってるからさ。一応部屋中入ってみるか。じゃあ、あ、あるあるある。モーテルちょっと進んだね多分。これちょっと進んだ気がすんなこれ。あ、見える場所は光らないんだ別に。ああ、それは今まで見逃してるかもな。あっ、まあるじゃん。あったんだ。怖っ。あ、一着だけあるね。あいつの服じゃねえのこれ。置くな置くな。怖い怖い怖い。着替えた。え、他の部屋もちょっと見たいじゃん。かっけえ。かっけえ。エージェントじゃん。銃ある？銃ある？髪を切る？銃元、銃元、銃元、持っとこ持っとこ。怖いから。え、このせいであれかな？俺捕まったりするのかな？いや、でも あいつに銃取られるのが一番怖いんだよ。はっきり言って。見れる場所あるかな。あ、あ、見れる見れる。だからなんだって感じだけど。髪を切る。あ、まあ、確かそれだったらバレないかもな。すげえ安易だけど。それだったらバレないかもしんないわ。髪切れば。こっちは。ん？あ、切れんじゃん。見る。掴む。え、あるなぁ。すごいジャストにあんな、ハサミは。切る。なん、どういう髪型すんの？カーラ？カーラ大丈夫？ちゃんと、どういう髪型にするかイメージしてる？カーラ。ちゃんとイメージしてる？カーラ。いい表情してんね。あー、かっけえ！似合うじゃん。似合うじゃん、カーラ。ん？オプションにアクセス。髪の色を選ぶ。金、白、黒、白。白はないな。白はないな、さすがに。金。どうしよう。金髪似合わない普通に。あ、こっから色変わるってことかな。じゃあどうしよっかな。黒にしようぜ。黒の方がだってバレないでしょ、だって。そう変わんの？まだ変えれる。あ、そういうことか。さっきのが茶色だったんだな。黒で行こうぜ。おいおいおい。バレねえよ、これで。あ、お前も取り外せんのか、それを。
怖い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 痛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 いよー。おお、バレないっしょこれ、バレないっしょこれ、人間だもんだって、人間だしだって俺あれじゃん、もうだって全然違う人だもん。開ける、開けるって何、開けるって、開けるって何、これ怖くない？Oh my goodness! Oh oh oh! Oh my! Oh my god! 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 Oh! Twin! Twin だと思うね。Twin って。ん？お、来てんじゃん。行っていいぞ。念のため。あ、あいつじゃん、相棒じゃん。聞き込みさせてる。よし、何かあったら知らせろ。あれどうすんだ。何立ち止まってる、立ち止まってる、コナーが。なんで、うん、2時半ね。通りかかったバスに乗って、うん、終点まで降りなかった。恐怖に駆られたことによる突発的な行動。アンドロイドが恐怖だと。寝てただけだけどな、正直。環境に圧倒されると理不尽な決断をするんです。いや、これが多分いずれあれなんだろうな、コナーのブーメランになるんだろうな。まだ近くにいるのか。計画もなく行くあてもないかもな。いや、これコナーのブーメランになるよ、後で多分。怖い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 。肉を焼くんだ。ほらほら、そこに座って。怖い怖い怖いって、お前怖いって。断れな。いや、怖い怖い、これ怖い。どっちどっちどっち、座って座ってみよう。え、怖いって、俺やだ、死にたくない、死にたくない。よし、それでいい。ラルフはこの子のために一生懸命食べ物を探してきたんだよ。なのに断るのは失礼だ。だってこれ断ったら殺されそうじゃん。よし、怖いよ。絶対に気に入る。警察来て、警察来て、お願い。とってもジューシーだ。逃げる逃げる、逃げようか逃げようか。今警察近くいるし。逃げよう逃げよう逃げようか。父さん母さん娘だ。逃げようか。アイコンタクト。私食べたくない。オッケーオッケーオッケー。怖い怖い怖い、嘘をつこう。怖い怖い怖い、無理。すごくお腹空いてる。上がった、上がった。なんでなんで上がった。ラルフは一番大きいのを取ってきてやったんだ。なんで上がった。警察に逃げよう、警察にお願いしよう。ちょっとジューシーだ。警察に捕まえてもらおう、こいつ。ちょっとさあ、ほら、怖い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 。ごめんってアリス、俺も食べたくないもんこれ。怖い。食べろ食べろっておかしいだろ。死体について聞く、率直に。ラルフ、立ってもいい？もう行かないと、お願い。いいや、お前は行かない。ラルフがいいと言うまで。怖いって、怖い。怖い、どうしよう、死ぬかもなこれ。離れて、じゃなきゃ頭をぶち抜くわよ。すみません、フェンスにブルーブラッドが。怖い怖い、他にもアンドロイドがいたんだろう。怖いって、これやめてやめて。変わった変わった。これやばいって、これ終わりたくないって、変わらへん。ちょっと待って、怖い怖い怖い。でもこれ今現状アンドロイドあいつだけだからな。これ助けてもらえるかもしれない、コナーに逆に。
だってそうじゃん。あいつ今あいつアンドロイドあいつしかいないから、あいつがとりあえず犯人だと思われるはずなんだよ絶対。犯人っていうか、まあ、とりあえずヤバいアンドロイドいるなってことが。覗く、覗けよ。家の中にアンドロイドがいる。あ、オッケーオッケーオッケー、そうだな、俺じゃないもんな、俺じゃないもんね。コナー分かってるよね、コナー頼むよ。銃しまっとけよお前。これどうしよう。変異体を見たんだな、正直に答えろ。ラルフは優しくしただけだ、助けたかったんだよ。どこに行った？裏口から逃げたよ。コナーどうなってんだ。近くにいます、応援を。どっちに言うなよお前。あっちだ、地下鉄の駅に向かったぞ。言うな、なんで俺バレないって。俺アンドロイドじゃないし、だってアンドロイドじゃないって俺走るし、急にごめんで、俺アンドロイドじゃないって。いや俺まだ終わりたくない、俺あんたカーラつやりたい、俺まだ俺カーラのエピソード追い詰めなければよかったかなこれ。まあやり直せばいいやこう3人のストーリークリアすることが目的だからさ俺。いた、あそこだ。いや待とう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 、ちょっと待とう、ちょっと待とう。コナーが死ぬことはないから。いやーもうだって、もうバレたやん俺。もうなんかスーパーフライみたいに変わったのバレたやんちょっとスーパーフライになったのバレたんだけど、ちょっと待って、もうやだ。また色変えようぜ色。カーラン逃亡。いや、落とさなかったからよかったかな。あ、これ、この先があれじゃない？捕まえるじゃない？多分。この先が。先あるな、てか。これなんだよな。ここ。時間をかけすぎた。これ狙ってたんだよ、俺は。なぜかって言ったらね、こっちに行くと多分カーラがね、終わるんじゃないかなと思ったんだよ。これ時間をかけすぎたがヒントなんだよね、多分これ。わざとなんだよ、わざと。この判断がカーラ編のコナーは死なねえから終わんねえんだよ。でカーラは捕まらないから終わんねえんだよ。それ俺狙ってたから。よかった、あれ脅さなければよかったかな。脅さなくて時間かけたら変異体が400のことを白状する、尋問する。あーなるほど、ここで終わってたかもしんないのか。ここで終わっ、あーどうだろうな。あれ選ばなかったけどよかったかな。落としてすぐ行ったもんあいつ。スーパーライフはデトロイト市警にプロトタイプのアンドロイド刑事を提供したとの情報が入りました。うん、知ってる知ってる。警察をサポートするアンドロイドは数年前から導入されています。おマーカスの兄貴、アンドロイドじゃないっすもんね先輩。まだもう右についてないっすもんあれが。兄貴どう言ってんすか兄貴。いやこれいいな、3人ともストーリーが終わんねえわ。まだよかった、あの判断、あの判断してよかったわ。かっこいいなお前、似合うなそのジャケット。何あ、そいつのことは覚えてんだまだ。シンボル、なんだこれは。あ、それを探してんだお前は。ちゃんとグラフィティを見つける。ああ、このマークか。いやだよお前に恵まれないんだよ。シンボルを探す、右スティックでグラフィティに隠されたシンボルを見つける。あったあった、これだ、手がかり更新。このグラフィティを見つける。あ、なんか急に視点が変わったね。
ん？何これ？獣？お、アスカルじゃん。あ、でも治安は良くなそうだな、ここ。読む。本会。アンドロイドが逃亡。カーラー。これカーラ編やばいかもな。すぐ終わりそう。カムデン地区大混乱。デトロイト郊外に位置するカムデン地区で道路封鎖や何十回にも及ぶ聞き込みによる凶悪犯捜査が行われた後、あと、後、接種の凍る逃亡犯の逃走劇が目撃された。だが今回の逃亡犯はいつもと違う。容疑者はアンドロイドだ。容疑者される AX400 は極めて稀な欠陥を抱えているとされ、車の往来が激しい高速道路を横断するなどの強行手段で警察の追っ手を振り切った。これ大丈夫かな。決定的な目撃情報はなく、公式発表ない現状。何が起こったかは不明のままで、今この瞬間も地元の新聞記者が事件を捜査中だ。サイバーライフの広報担当者はコメントを控えており、憶測が飛び交う状況も今後は続きそうだ。いやー、カーラー、今どうだったんだろうな。コナーもうちょっと時間かけた方がよかったかな。だったら変わってたかもな、確かに。どうした？人間に紛れ込む。あ、これアンドロイド、あ、本当だ。アンドロイドオンリーって書いてるわ。あ、この下りか。失礼するよ、みんな。ごめんね。確かにそっから大事だよな。アンドロイド通路で行っちゃったらあれだもんね。バレちゃうもんな。こうすれば人間だもんな。え、これ大丈夫？あ、取れる。よかったー。あ、てかあれじゃない？普通に。あ、失礼、すみません。あ、アンドロイドとして見られてないってことじゃない今の。そういうことじゃない？話すって怖くない？え、怖い、ちょっと怖い怖い怖い。いや、待てよ。R2。ここになかったっけ、シンボル。あ、ああ、これか。これ見るってことか。オッケーオッケー。で、あとは、あ、どこだ？あ、これか。ああ、なるほど。いろいろもらってたんだ。手がかりを。いや、あれ、話してどうなんだろう。いや、話してどうなんだろうね。ちょっと、一旦話してみる。え、怖い。話してみる。なんか人間が話しかけちゃダメなんじゃないの、もはやか。ちょ、難しい操作。ジェリコはどこにあるんだ。まあまあそうだよな。まあそうなるわな。主以外にはあんまり。グラフィティを見つける。あっち側か。こっち側いけないの。あ、いけない。がっつりいけねえな。あ、渡ろうぜ渡ろうぜ。なんで小走りなのお前。まあいいけど、小走りの早く終わるからいいけど。早く探せるから。アルミニウム、うわすごいな。We do it all とかやめろ、恥ずかしいから。何それ、ちょっと書くな壁に。これは、ああ、ここが曲がり方じゃん。あれにシンボル、どこだ。てか荒れてんな。あ、あったあったあった。よし。で、あ、あるあるある。ここじゃん。シンボルがある場所に続いてんだな。あ、ロボットちゃんね。ロボットちゃんの上にあると。行こうか、じゃあ。行けないの？ん？ ん？どういうこと？進んじゃっていいのかな？ん？あ、なんかあるよ。あー、あるあるある。3つ？ 3 つもあんの？は？まあ、シンボル分かりやすいからあれだけど、分かり、いいけど。かがむ。怪しい、怪しい。怪しいって。怪しい。怪しい。お前、怪しいわ。この角度だったら見やすいんじゃない？
あ、でもないな。あ、あるある、ここにあるじゃん。にあって。これ入っちゃダメだったかな、てか。もう一個どこある？あ、キーどければいいんじゃない？これ。どければ。あ、どければいいんじゃない？これ多分。これで、かわんじゃん。あ、結局じゃ入らないとダメだったんだな。オッケー。で、あとこれか。でかっ！シンボル。壁。壁。なんか。もう物騒じゃん。物騒なやついるって絶対これ。マーカス怖えよ。あ、あそこんじゃん。あ、遠いな。他ない？なんか。ないか。やるか、じゃあ。これね。三つもあんの？三つ。三つあんの？なんか今いろいろ行かないとダメ。上に登る方法を探す。あー、なるほど。あ、なんかあった今。L1。あー、これね、乗れってこと。オッケーオッケー。じゃあ、だからいろんなところに行って、シンボル探しまくる。ノー、アクティブに乗るね。アクティブだね。アクティブに乗るね、君。これは？これ調べたか。だとこれか。で、あとは、どれだ？もうちょいこっちか？じゃあ、終わった。あれ違う。あ、違う違う、調べる。ん？どこだ？あー、あったあった。うわ、隠されてんな。隠されてるわ、これは。長いな、てか、これ。これ長いな。大丈夫これ。まさか？まさか、お前。アベンジャーズになるのか、お前。予測。予測できんの？あ、右スティックでルート選ぶ。R2 で蹴ルート検証。あ、検証してみようぜ、ちょっとじゃあ一旦。で、こう来て。かっこよ。え、これいける？おー、いけたねー。さすが。さすがマーカス。ここ多分落ちそうだったんだよね。だからここに乗ってたら多分あれだったんだよ。死んでたよ。死んでたよ。多分。こっち？降りる？わ、北っぽ。北っぽくない？なんか。どうしようかな。一旦終わろうかな。なんか長くなってる気がするんだよな。最後これ見て終わろうか。シンボル。シンボル。あるね。シンボル。ラストどこだ？ラスト。隠されてっからな、意外と。意外と隠されてっから。どこだ？どこだ？あ、隠されてるわ。あったあった。ここにあるわ。離れてみるとちょっとわかるね。あ、なんか入ったね。どうすんの？予測？何これ？こっちと？何これ？登って、いや、これ怖っ。これ何これ？何すんの？こっちは。こっち、これ何すんの？これかっこよ。サスケじゃん。こっちか。え、こっちの方が安全じゃない？あー、高すぎる。オッケーオッケーオッケー。戻ろう戻ろう。こっちね。オッケーオッケー。こういうことね。ついて、計算。あー、ちゃんとダメだったら言ってくれるんだ。じゃあ大丈夫だわ。じゃあ大丈夫大丈夫。実行。いけ、マーカス。かっこいいね。行こうぜ、マーカス。かっこいい。さらに、お、サスケ行くね。
行って掴んで登ると、いいね、それ計算できるのいいな。人間にはできねえわ。 100% 失敗するもんな多分俺だったら。てかどうしよう、ん、なんかジェリコに向かう。どうしよう、じゃあこう一旦切るわ。あーでもそこセーブできたっけ、今セーブしてた今。ちょもうちょい行こうか、先セーブしたの確認してから行こう。これじゃなかったっけ、これ終わったらセーブするんじゃない、しないかな。どう、これか、どこにある、てかちょっとあれ見ればいいんだ、俺同じだから。んどこにある、どこにある、あまさか距離を置けということか、こういうことか。あなんか見えた、見えてくれたよかった、セーブして。あセーブしねえなこいつ、やべえ、セーブしねえわ、やばいなこれ、セーブしてくれねえと終われねえ。もうこれ以上やんないから結構やってんのよずっと、てか結構ずっとやってるからもう終わりたいんだよね、そろそろ普通にゲームを。ついてよ、そろそろついてもいいじゃん。あでもシンボル終わってない、あシンボル終わってるってことは、ん何ここ何何何何、単純に荒れたとこにしか見えないけど、荒れた高校みたいなシンボル見つけた、船に向かう、セーブしろ、セーブするか、え、セーブしないんだけど、なんで、は？セーブしないんだけど、なんで、怖い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 、やっちゃった、やっちゃったかも。あ、こっちか。これどこで切ればいい？もう疲れたんだけど。ジャンプ。長くなっちゃうんだって、時間が。まあ、もう最悪、もう最悪、あれだわ。どっか次と繋げるわ。最悪次と繋げる。これ終わらないと、俺もうゲーム終わろうと思ってるからさ、セーブしてほしいんだよ。正直。だってこれやり直したら結構前から戻るじゃん、多分。だって、登る。だって全然セーブされてないからさ、この一連の流れ。だから多分、マーカスはこういう操作が多いな。冒頭の別のルート探す。怖くない？怖くないこれ。怖くない？何このアングルかっけえ、なんかイヤホンのあれみたい。ジャンプ、ジャンプでいけるかこれ。え、それまずくない、水あるんかい、防水機能あんのお前、てか、あジャケットがかっこいい、ジャケットが、あでもセーブしてない今、セーブしながらこれで終わるわ。じゃあ、じゃあこれで終わるわ。じゃあ、あざしたっていうか、怖いな。また次もホラーかよ。じゃあまあ、とりあえず、あざした。